福井市99境北交差点より北を望む福井県道、石川県道5号福井加賀線は福井県福井市から石川県加賀市に至る県道である。福井市街地の東側に位置する道志西方を起点に市内中心部を抜けて福井平野のほぼ中央部を北上した後、あわら温泉街を通り北関湖沿いの国道305号との重複区間を経て、 石川県加賀市大正寺に至る路線である。北陸自動車道福井インターチェンジから福井市街中心部へ連絡することもあって、関西方面や中京方面と福井とを結ぶ高速バス路線もこのルート上に設定されており、交通量は比較的多いと言える。古くからの使用道であり、また福井市による道路相性制定もあったため、ほぼ全ての区間に別名がある。 福井市の中心市街地の東寄りにある西方交差点を起点に北陸自動車道福井インターチェンジ方面から伸びる国道158号を延長する形で、まずは市内中心部へ向かって西北西に進む。荒川に架か,かる朝日橋を渡り、JR 福井駅南側にある高架下をくぐって柴田神社を北に見ながら進むと、 アスワ川に架か,かる幸橋が、視界に入ってきて、幸橋北詰め交差点に突き当たる。ここまでが通称、城の橋通りと呼ばれる区間である。交差点を北に折れると、フェニックス通りに入り、わずか150メートル余りではあるが、福井鉄道福竹線との併用区間となり、路面電車と並走することになる。次の大名町交差点で西に折れると、 北陸の代表的な歓楽街である片町を北側に本町通りを進む。県道6号との接続点である99京北、交差点を右折した後はしばらく北上を続ける。福井市文化会館を東側に見合って越前鉄道三国あわら線踏切を渡るとすぐに福井大学文教キャンパス前を通過する。この地区には福井大学を中心に教育機関が他にも、 多数立ち並んでおり、文京地区及び学生街を形成している。さらに、北へ進み、崩流側に架か,かる陸橋である、天地橋を渡り終えたところで、北東方向へ伸びる、県道29号と分岐する。道路線はここで、北西方面へと進路を変え、北上を続ける。堺市に入ってからは、豊かな国草地帯と少数の住宅地が、断続的に広がる。続いて、 あわら市へ入りしばらく進むと、越前鉄道三国あわら線と、再び交差する。踏切を渡ると周辺には、あわら温泉街が広がる。船津口交差点で、国道305号と合流し、重複区間に入る。ありがとうございます。